対戦よろしくお願いします。今回はポケモン一文字、今日の一文字ということで花です。はい、シンプルだね。というわけで花です。頑張ります。はい、でどうしましょうかね。これ殻を破ったところで神は抜けない、オーガポンは純粋な速度勝負になるか。ただパオジアンが厄介だな。パオジアンに関してはオーガでは無理になる。ドダイトスで脱ぎたいところですが、その辺まとめてなんとか。無理だろうね。これでいこう。よろしくお願いします。なんとも悩ましいポケモンが増えたもんだよね。オーガポンのせいでマスカーニャちゃんが最近全く見かけない気がする。もうすぐり君のごとく分かってたみたいな感じで。草タイプってのはね、厳しいからね。強い存在が出たら多分一斉にそっちに流れるから。言うてほらゴリランダーとかもゴリラ一色になってたでしょ。そういうことにしてもこいつ挑発とか使ってきますかね。電磁波じゃれつく。まさかのアタッカーだが鼻は硬い。待ってもいないイッカネズミには荷が重かろう。さあこれでイッカネズミの強みの半分が消えた。ステルスロック。でもこれお片付けされちまうか。いやこれもうなんか旅パか、いや偽装かもしれない。イッカネズミを使っていてお片付けを覚えさせないってのは旅パにおいてもどうなんでしょう。まさかこれ厄介ネズミ、厄介ネズミの可能性はあるかもしれん。厄介ネズミの可能性をちょっと警戒しておきましょうか。高速、とりあえず君はここで退場しよう。それがいいよ。つうか全然ダメージ入ってなくね。これは倒すのが一苦労だぜ。というわけで宝円地方では進化しないポケモンだったノズパスですね。はい、当時はめちゃくちゃレアなポケモンでしたが、今となってはめちゃくちゃ背面取りがしやすいポケモンになってしまいましたね。そう、常に同じ方向を見るもんだからさ。そういう意味で捕獲の難易度は低め。さあキャッチキャッチ。こっちには必殺の眠りがやっぱりあったな。さすがにそれは期待できねえわな。片付け終わり。ここからが向こうの本領発揮といったところか。高速、でもギリギリでまた巻きたいね。ここらでちょっと一回眠っておくか。向こうは拘束されていて交代することはできない。なんなら動くこともできない。いいね花、自覚あるぜ。ここで眠っといた方が行動のタイミング的にはちょうどいいでしょう。ちょっともったいないけどね。にしてもノズパス君ってこんなに体力低いんだね。いやツツジさんが使ってるポケモンですよ、ジムリーダーの。こんなに体力低いの本当に。振ってますね。うん、若者もの二度蹴りでも結構手間取る印象あるんですが。ネズミザーン、さすがに通りが悪いぜ。まあ特防特化です。急所、これはレンズ持ってんじゃねえかな。つうかぶち抜かれるってことがバレてしまったね。グーグー、できればステルスロックは巻いておきたいんだが。解放された。ネズミさん、バレたらまあやるわな。クソチャーミングな鼻をひたすら引っかき回される。鼻に絆創膏をつけるヒバにワンパクスタイルにでもするつもりか。ですがちょっと調子に乗ってんちゃうんか。うちのもんが世話になったの。さあ大きくなって美味しくなって新登場、かっこガチ。さーて料理の時間だぜ。おら鉄壁を積むことによってもはや一カネズミにできることはなし。すでに技全部見てますし。あー聞かれ、あー聞かれ、おーこいこいこい、おーこいこい、おー気持ちいい、おーおーおー、そこ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 、おーいい感じいい感じいい感じ、おーいいねいいねいいね、おーほほほほほ、聞かないね。
10回でもこの程度、そろそろお相手やけっぱちで殴らず交代してくる可能性もありますか。どうしましょうかね。電磁浮遊浮きます。シャドクロダメ、それもダメ。浮きまーす。準備完了。これで4倍が1つ消えたぜ。余裕ありますからね、今じっくり料理してやろう。あと格闘に関してはテラスタルゴーストでケアしています。盤石で。ボディープレスっていうのは、あ、お片付けでも無理だぜ。重力は解除できねえ。重力というか電磁力は解除できねえ。そう、ボディープレス作戦の弱点はゴーストなんですけど、一応ゴーストテラスタルのバーストで最低限のケアはできます。ダイノーズは特殊で攻撃する感じでもあるのでね。ではでは、準備完了した。消えていただこうか。ネズミザーン。おーおーおお、やるじゃん。有効急所だよ、間違いなく。1しか食らっていない。いいね。さて、いい夢見れたか。潰させろ。にしてもお相手いやらしい戦い方するね。ステルスロックを使わせてからお片付けしてんだもんな。何も考えず初手にやるわけじゃなかったんだな。ということはこの先のポケモンにもなんか変な技が見えても油断はしてはいけない。しっかり解除してきたわけだし。さて、では切ろうか。タイプ1ボディープレスを打つことはできませんが、まあすでにダイノーズの防御でやっとるわけですし、メレシーほどではないが、そこそこの火力は出るはずだぜ。これで弱点が悪ぐらいか。トグロ？まさかのそっちですかい。ですが1段階では遅い。押し潰してあげよう。これ催眠打ってくる可能性あるな。催眠だとちょっと困ったちゃんですが、うお、さらに防御は硬くなる。不思議な鱗の効果で、状態異常になると上がっちゃうんですね、防御が。これもしかして受け切られる？いや、微妙。お相手は自己再生以外の行動をする暇がないぞ、これは。さすが鼻だぜ。俺も鼻が高い。急所に当たればその時点で終わる。ならば、催眠術があれば使ってくるかな。トグロを巻くんですからあるかもしれないけど、技スペがきついか。催眠入れてたら、ウェポンが一つになっちゃうから。残念。早々3割ってのは危険モンスター。そういうのはね、自分が引いてほしくない時に引くものなんだよ。ここで熱湯を当てれば、みたいなタイミングで打つ熱湯は意外と答えてくれないんだ。これ、ポケモンバトルの常識。オーガポーン、受けて立つ。型破り、頑丈は貫通されるがもはや意味はなし。いいね、真っ向勝負だ。真っ向勝負というにはこっちがバフ積みすぎだが、向こうにはもうこれしかない。かまどの目、なんか前回さ、フラダリの動画を作ってこいつとも戦ったわけじゃん。お面って聞いたらもうなんかな、幻覚が見えるよね。僕自身も言ってたし、フラダリの面やろうかとか、呪いをかけるのやめよう。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。多分ですけどガブきますよね、これ。ガブ来るって分かってんだったら、それでもノズパスかな。どうだろう。挑発とかも怖いんですよ。あんこぼち多すぎ。どうしよう。
あんこ餅が多いですわね。オーガポンから行こうか。まあ、花は両方とも出せっていうテーマではないので、あくまで花の活躍が見たいだけなので、ダブル採用してるだけだからよ。まあ、こっちの花の方がまだ活躍できるかな。あとは土台凸で行きましょうか。草まみれやんけ。よろしくお願いします。今回はちょっと厳しそう。かなりやばい相手とマッチングしましたね。花を起点にしてくるやつ、もしくは、あんこ餅が2体。これは結構厳しめですね。まあ、さっきの試合気持ちよくなった分、ウィークポイントも晒していく。情報提供者の鏡みたいなムーブでいくぜ。ここで素直に殴ってくれるなら話は楽なんだけどな。ウファ。ういった。まあまあ入った。サメ肌。ほう。このガブはこのガブで珍しい。お前何でもありだな。うん。というか、お前の採用率が上がってるのもまたオーガポンに強いからかな。オーガポンのコンボ、草以外を半減にできるもんな。ですが、こんな技もあるんだぜ。覚えて帰ってね。さあ、一生踊り散らしてろ。しかし、草技の通りは良くねえからな。これはちょっともう、コンボをぶっ放すのが一番の勝ち筋だと思いますね。交代際に超強火力の、強火力?高火力のコンボを叩き込むのが一番。海流来る可能性あるし。あ、やっちまったなやっちまったな。これはやっちまったな。型破りが消えてしまった。型破りじゃなかったらよかったのに。面影を宿してしまったがゆえにもらい火の対象内になる。これはしてやられた。そうか、お前もまた、あれ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 すれ抜けてる。勝手にな、人様のポケモンを全てをオーガポン中心に考えてんじゃねえぞ、おめえ。自意識過剰か。あ、うほ。お、スカーフじゃんこいつ。さすがに通りが悪いね。オッケー。まあこいつもまた大ノーズではちょっと処理に困るポケモンではあったので、よしとしましょうか。ガブちゃんならなんとかなるし。ガブちゃん、まあこの状況なら自信が飛んできますわな。コンボ行くぞ。力押しよ。行くぜ。うんさい。この子やっぱやべえわ。間接的に上がる。さっきの試合の大ノーズ。はい、終わりだね。終わり終わり。これはもう残念ですが、あんこオーガポンが、そう、あんこやべえやべえ言ってたやつが逆にあんこで詰ませるってなったから、やっぱ本当にあんこやべえんだわ。うん。さあ、テラスタルを切ってくる。水ですかね。飛行だ。ですが、自爆でも無理なのよ。恐ろしいことに。自爆ほどの物理耐久、電気最強核でも、1まで持っていく。テラバーシュ。まあ、さすがにこれは落ちますね。嘘やろ。な?パルディア頭おかしいんだって、マジで。北上さんのポケモンもな、対戦においては9割ぐらいが何しに来たの君っていうぐらい強いからな。恐ろしいよ、インフレ、ほんと。対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーはまあ独特な感じではございますが、球根の可能性は高いのと、最後に出てくるのは、偉大党でしょうか。であれば、この私のメンツですとサンダー以外無理ですね。さあ、ダブル花で最後の勝利を彩って終わりましょうか。コジアーンド。猫だまししてから膝でもぶっかましてくるか。電磁波持っていた。
玉か。ならば膝警戒サンダー。はたき落とすもしんどいんだけどな、この状況。いよ、飛び膝だった。まあまあ痛えな。さあこの状況は向こうにとって不利。ところでボルチェンは止められてしまうね。まあその場合は仕方ないと諦めようか。電磁砲つうかスピナーあんのか。いい技もらったなお前。困ったちゃんだよ全く。しかも静電気発動しねえか。スピナーって意外と刺さるとき刺さるよな。俺の技もな、思わぬ撃破。そう、電磁砲はね、当たりは威力ピカイチ、確定麻痺、もう最強の電磁波ですから。最近よく使って外してたので、そう、電磁波にした方がいいんじゃないという心の声を聞いた結果、PP を増やすという暴挙に出たわけですね。さて、ボルチョチェンジ。噛んだよ、今。今日ちょっとろれつ回ってなくない？帰りまーす。鼻。マグマストーブ。効かないね。と言っても言うてまあまあ通ってるわこれ。電磁波。大地では落ちん。ラスターカノンでも落ちねえんじゃねえ。ラスターないな、これ。効かない。あ！これやっちゃったんじゃないの？交代できませんね。無念。せめてそこ、麻痺は入れといてほしかったんだけどな。最後のポケモンが偉大刀であると仮定すると大ノーズを出すと逆にまずいのか。サンダーがもう受け切れる状態じゃないですからね。まあ大ノーズを出すとしても積み切らなきゃいけねえ。マグマストームは外れる可能性もあります。一旦休んでみましょう。しかもこのヒードランは S 振ってないね。当てたか。自覚が終わりで羽休め読み電磁砲でいきます。結局電磁波とか外したらクソみたいな技ですからね。見てください電磁砲くんを。威力出して紛らせる。もう電磁波とかカスっす。みんな全部消しましょう。その方がいいっすよ絶対。マジマジカスです。マジカス。この結果が物語っているからね。さーて電磁浮遊浮きまーすさあ大地ならすかせる。しびれて動けないとなるとボディープレスで落としてしまうのも手ではあるが、つうかどっちにしろこれ偉大刀だときついっすね。落としてしまおう。どうせボディプレ通らねえ気がするし。いやでもテラスタルを考慮すれば。いやでもテラスタルでもゴーストだったらやべえしな。さあお相手の最後のポケモン、オーニューラ。意外オブ意外だがこれ勝つんじゃね鼻強すぎだろマジ。おいシェイ。向こうからしたら、あの精神的にね、地面の4倍消した後のまだ残ってる格闘4倍、突きたくて仕方ねえだろ。そっちもダメだぜ、ダブルケア。猫魂もダメですよ。そして大乳楽くんのゴーストへの打点はシャドウクロウぐらいしかありません。さあ鉄壁鉄壁、降参してもいいぜ。尺的には十分。対戦ありがとうございました。電磁浮遊って意外と刺さるときは刺さるよな。交代際にとか
余裕のある時に当てていきたいね。ありがとうございました。